こんばんは、のとまみこです。いらっしゃいませ。癒されば若元へようこそ。今夜はゆっくり楽しんでってくださいね。おー、これはこれは、はい、のとまみのとまみのとまみじゃありませんか。若元さん、皆さんどうぞ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では改めてご紹介します。今夜のお客様、のとまみこちゃんです。よろしくお願いします。私あまりのとまみこさんとあまりおしゃべりしたことないんですよね、はい、実は。そうですね、現場が本当にミーナの時ですよね。ですよね、多分ご挨拶ぐらい、ぐらいしかやってなかったんで、はいはい、私なんて呼んでいいかわからないんですけど、なんて呼んでいいですか。あ、もう好きに何でも特にこうっていうのがないので。どうしよう、じゃあまみこちゃんでいいですか。はい、喜んで。じゃあまみこちゃんで呼ばせていただきます。はい、はいはい、それではいろいろメッセージ来ているんですけど、あ、はい、まみこちゃんとマスターは戦国バサラで共演されていましたよね。そうですね、それ初対面ではないですよね、はい、今までいろいろあって。いや、でも初対面かな、CD ドラマでね。そうですね、バサラね、バサラの CD ドラマ、うん、それからね、随分いろんなところでね会うようになってるんだけど、とにかく最初はこの戦国バサラの CD ドラマ、はい、それが最初の出会いという感じですかね。そうですかね、はい、なるほど。それで早速なんですけど、バサラについてメッセージが1通ありますので読みたいと思います。癒されネームチョコレート中毒者過去ジャンキーさんからいただきました、うん、若元マスター、皆様、そしてゲストののとまみこさん、こんばんは。こんばんは。マスターとのとさんはバサラではそれぞれ信長様とお市様の兄弟を演じられてましたよね、うん、はい。他の作品でもマスターは伊達政宗を演じたことがありますが、うん、覚えてますか。それ覚えてないな。俺伊達政宗やった。やったらしいです。あら、覚えてませんか。覚えてないね、はい。さて本題ですが、はい、様々な戦国武将を演じることがあるであろう皆様ですが、うん、好きな武将はいますか。また皆様の中に歴女の方はいらっしゃいますかといただきました。うん、まあ、僕はやっぱりね、悲劇の武将ね、源義経かな。生かしておきたかったね、あの人はね。まあでも兄弟とはいえね、あの頃っていうのはもう権力の争いの中ではもうああいう風な最後をたどっていくしかなかったんだろうな、あの時代ね、うん、うん。なるほど。まみこちゃんは好きな武将っていらっしゃいます、はい、そうですね、私もこのバサラをやらせてもらうようになって、うん、バサラは本当いろんな武将が出てくるので、うん、はい、私はお市という役をやらせてもらってたんですけど、うん、旦那様である浅井長政とかは、うん、はい、結構あの作品を通して、うん、興味を持ったりとか、うん、好きになった武将でした。なんかこの間ちょっとテレビでやってたんだけど、うん、今ね、はい、女性の、要するにその戦国武将を追っかけてるね、女性たちの中で一番人気あるというのは片倉なんだっけな、小十郎ですか。小十郎がね、で今その城がね、白石にあるんですよ、うん、白石市ね、はい、その白石の向こうが仙台だからね。でその白石城にもうオスナでね、お姉様方がね押しかけてるんだって、うん、片倉小十郎か、要するに伊達政宗についてたね、武将なんだけどね、うん、でまあ結局その あそこで出てきた片倉、小次郎は、はい、ものすごく綺麗な顔してるんだよ。小綺麗な顔してるわけね。だからそういうふうに追っかけるだけであって、本当は、ね、ブサイクかもしれない。ブサイクだったら追いかけねえのか。そうだろ。そうですね、ちょっと考えるかもしれませんね、うん、例えばさ、一時その幕末ものでね、はい、沖田総司っていうのね、新選組のね、この間ね、はい、またその要するにイケメンの俳優がやってね、うんうん、でそのまあある意味結核で死ぬんじゃない、結核は血吐いてね、うんうんうん、で発行 の武士だよね、はい、うん、それでそのイケメンなわけよ。それでもう沖田総司様ということでね、はい、もう沖田総司追っかけが続々出たんだけど、
本当の沖田総司はね、うん、ものすごく色が黒くてね、どす黒くてね、ヒラメみたいな顔してたんで、きっと昔と今のイケメンの定義が違うんじゃないですか。それはそうだけど色が黒くった場合、目が離れててひらめってのはもうどうしようもないんじゃないの。若本さん、うん、私沖田総司大好き。ありがとうな、夢が壊れたから。でも戦国バサラの影響ですごい歴史が好きになったという女性の方はもう山ほどいらっしゃいますからね。次に人気あるの誰だろうな。私は織田信長やっぱり好きですね。織田信長の もね、はい、けったな顔してたんだよ。信長の場合は顔じゃなくて生き方が好きなんです。生き方が、はい、そうか生き方がかっこいいなと思って、うん、で信長は俺が当てたからああいう風になったけどさ、ね、本当はさボーイソプラノみたいな声なんだって。甲高い声ですよ。そうだから全然イメージが違うんだよ。私も信長といえば若本さんしか自分の中にインプットされてないから、うん、そうね、もう本当に声が高くてね、それから描いた絵を見るとね、もう大したつまらん顔してんだよね。でも戦国バサラで出てくる織田信長はすごいじゃん。いやすごい、すごい迫力で、はい、うん、でも実はその史実とは違うというね、まあどうかわからないけどさ、うん、夢壊したかな。夢、少なくとも前々は壊されたみたいな。沖田総司か。沖田総司。中島は誰が好きなの。私は信長がやっぱり好きなんですけど、はい、そう、やっぱ映画とかもあるじゃないですか、信長の場合は、ね、やっぱり見ててかっこいいな。アスカはどうなんだ。私も戦国バサラのゲームちょっとやって、うん、それで私も信長がすごい好きなんですけど、その前は秀吉が好きでした。あ、秀吉か。大河見た時は秀吉が好きでした、うんうん、大河ドラマの影響って大きいですよね。大きいですよね。まあね、でも織田信長という人はね、大変な人でね、初めてね、要するに傭兵っていうのを雇ったんだよね。傭兵つまり兵隊をね、お金で雇うってね。それまではさ、そこの領地にいる農民が徴兵して、それで戦争の時はよ、戦の時はね、徴兵して合戦するんだけど、もう常時その兵隊を金銭で雇って、で軍隊として養ってたわけね。これが初めてな、織田信長がやったのはね、そういう意味では画期的な武将なんだよね。